玉川橋梁は玉川の下流に架かる東急電鉄の鉄道橋である。東急東横線及び目黒線の玉川駅から新丸子駅間に位置し、両路線の列車が走行するが、同区間は正式には東横線の複々線扱いのため、本橋梁も正式には東横線の橋梁ということになる。東横線と目黒線の列車が玉川を渡る橋梁である。 左岸は東京都大田区、右岸は神奈川県川崎市中原区に位置する。本橋梁はもともと1926年2月14日に東京横浜電鉄の最初に開業した区間であるマリコ玉川駅神奈川駅間が開業した際に建設されたものである。この時の橋は伏線のトラス橋で1996年頃まで使用された。その後、 東横線複々線化事業に伴い休橋量は掛け替えられ、1999年に現在の複々線の橋梁が竣工した。東横線と目黒線の列車が通る橋梁となっている。新たに加強したのは高架橋タイプのものである。なお、掛け替えの際は、休橋量の下流側にまず複線分の新しい橋梁が掛けられて、線路を移した後、休橋量が取り壊されて、 さらに伏線分の橋梁がかけられた。同時に線路の砂利、枕木、レールも交換したので走行音も低くなった。ありがとうございます。